勝てば5位、負けると最下位の最終戦。ドラゴンズは2点を追いかける9回、ホームランが出れば逆転サヨナラのチャンスを作りますが、細川が空振り三振に倒れてゲームセット。立浪ドラゴンズ最終戦を勝利で飾ることはできませんでした。ただいまの試合は、近い将来必ず強いドラゴンズ、そう信じてます。本当に3年間ありがとうございました。